Hello, this is Tonton Train. Yay! How are you today? ということでね、今日は日本で驚いたこと、日本に一時帰国して驚いたことっていうのをやってみたいと思います。で、最初にお断りしておきますが、僕が3年ぶりに帰って驚いたことっていうことであって、別にいいとか悪いとかっていう話じゃなくて、日本人だけど、久しぶりに帰ったら驚いた。その日本で皆さんが普通だと思ってることが、僕としては、すごい驚いた。だから外国人はこういうことが多分驚くよ、みたいなところを、ちょっとね、まとめてメモにしておいたので iPhone に、それでちょっと語ってみようと思います。これでレッツゴー。まず1個目は、日本語があちこちから聞こえる。当たり前なんですよ日本ですから日本語を喋るのは当たり前なんです。ただね、オランダにずっといると、まあオランダじゃなくてもいいんですけど、海外にずっといると日本語を聞く機会っていうのは、家族とか特定の人、あ、この人は日本語話すなって思ってる人ぐらいしか日本語が聞こえてこないんですよね。だから、まあ、日本人のその集まりとか行ってれば、まあまあ、まだ聞こえるんだけど、でもね、違うの、感覚が。その、いろんなとこから日本語が聞こえてくるっていうのはね、面白かったです。何も考え、日本人なんで、何も考えてなくても、その辺の会話が耳に入ってきて、おお、日本語聞こえるみたいな、そんな感じがあったので、当たり前なんだけど、これはね、すごくね、驚きました。成田に着いた時とか、あ、そこら中で、あ、すげえすげえみたいな、アナウンスとかも日本語だし、それはすごく思いました。これはもう当たり前なんだけど、多分びっくりすることでした。はい。で、次。次に驚いたこと。日本語が早い。これもね、僕ね、普段ね、日本語話してんですよ、家とかでも。まあ、こうやって動画でも日本語話すし、やっぱりね、多分衰えてるんだよね。さっきも言ったけど、特定の人としか日本語を使わない。で、テレビとかも別に見ないし。だから、成田に着いて、電車とかの手続きとかいうか、あと、そのスーツケースを送る手続きとか、Wi-Fi を借りるとか、いろいろやるんだけど、普通に日本語で話すんだけど、相手が言ってることがものすごく早く感じたのね。お届け時間はどうなさいますか？あと、お支払いはいくらいくらです？みたいな。おー、みたいな。だから僕が家族と話してるこうリズムとちょっとまた違って、すごい早く感じたのがね、印象的でした。うん。劣化してんだなって、まあしばらく帰んないと劣化していくんだなって、言葉って忘れちゃうんだなっていうのがありました。で、次はこれ。みんな親切で笑顔ということでね。これに限っては、一応注釈をつけておきますけど、仕事として対応してくれる方々は、ものすごく親切で笑顔で接してくれます。スーツケースを送る場所がわかんなくて聞いてみたりとか、バス乗り場がどこだとか、電車の乗り場がどこだとか、そういうのを聞きに行った時は、ものすごくね、みんな笑顔でね、すごく親切。オランダに限らず、僕がニュージーランド行った時もそうだけど、その仕事だから、笑顔になるっていうのはね、あんまり感じないんですよね。仕事として、接客はするよ。まあ接客はするんだけど、例えばスーパーでも普通に店員さん同士が話してたりとか、レジやってるのに話してたりとか、まあ、座ってる人もいるし、ボケーって座りながらピーピーピー、はい、いくらですって言ってる人もいるし、だからね、やっぱそのサービス精神っていうものは日本はすごいんだなと思った。ただこれがね、知らない人だとね、ないんですよ。だからこうふと目が合った時、歩いてたりとかして目が合うじゃないですか、ふとした瞬間に。で、目が合うとみんなふってこう反らすんですよね。これはね、あ、日本だっていう感じがしました。まあそれもね、2週間前後滞在してると人のなんか慣れちゃったけど、オランダに限っては特に目があったら知らない人でもニコってしてた、んはーいみたいな、まあオランダ語だとホーイって言うんだけど、はーいとかホーイとか言っていうのがあるのよね。だから僕は、ね、帰った直後ね、目があってホーイっていうツイートもしてましたけど、なかなか慣れず、日本的なことに慣れずにね、なんか知らない人に挨拶して、何って言ったりとか、あと運転してる時も、まあ、誰かしら目があったり、歩行者とか行かせる時とか、目があってニコってはーいとかやってね、こう軽く挨拶するっていう、ニコニコしながら挨拶するっていうか、そういうのがあるんですけど、日本だとこう、どうも、みたいな。ちょっと頭下げるぐらい。だからこう、目があってニコっていうのがない。だから、なんだろうね。そこもね、カルチャーショックが、逆カルチャーショックでした。だから目があってニコ、んー、はーい、みたいな。そうすると向こうからすると、日本人の方からすると、みたいな。
特に小さい子なんかにね、話しかけると。俺だって小さい子に話しかけるから、僕変な意味じゃなくて、ほんと小さい子見たら、おーいって大体言うからさ。でも、何々ちゃん、こっち来なさい、みたいなさ。ちゃうから、そういうのもね、カルチャーショックでした。で、次は、これ。電車がすごく多い。そしてみんなすごく綺麗に並んでる。人が多いような電車。例えば、新宿とかさ、そういう駅だと、整列乗車をお願いしますって言って、みんな並んでるんですよね。で、並んでて、降りる人がもうもちろん先行って、出てからみんな前からちゃんと入ってくじゃないですか。これがね、海外ではありえないんですよ。まず並ばない。並ぶっていうルールがない。だからまあ一番前に立ってる人はまあ優先的かなと思いきや、もう横からバーって入っていくんですよね。だからこう並んで綺麗に軍隊っぽくこう入っていくっていうね、感覚がね、なかったの。特に成田着いたすぐの時、池袋かまで出るのに、京成とか乗ったんですけど、その後にまた電車乗って、うちの方に行く時、みんな並んでんの、なんで並んでんだろうって一瞬思ったよね。僕列の外にいたからね。あ、そうだ、並ぶんだ、みたいな。で、一本逃したとしてもすぐ来るんですよ。これがね、すごかったですね。電車が時間通りにきっちりすぐ来るっていうのがね、やっぱり日本だなって思いました。オランダはね、まず遅れるのが普通です。そして待ってたらそれがキャンセルになることも普通なので、だから何分遅れてごめんなさいっていうアナウンスが、申し訳ありませんってアナウンスが出てるんですけど、はあ、すげーっていう感じでしたね。日本のね、交通システムはね、やばい。逆に言うとね、すごい行き急いでる感覚がしました。オランダはこうゆったり、電車でも、ああ、遅れてんのね、へーって言って別に誰もイライラせずにさ、まあ、急いでる人はちょっとイライラしてるかもしれないけど、大体、ああ、また遅れてるわーみたいな感じがあるんで、バスでさえ時間通り来ないからね。だからなんかこうすごい行き急いでる感じがしましたね、日本すごいと思いました。広告がものすごく多い。広告ってそんなにね、目にしないんですよ。僕の動画を見てくださってる方はわかるかもしれないんですけど、オランダの景色とか、いわゆるオランダっぽい住居が並んでたりとか、お店がいっぱいある場所でもそんなに広告ってないんですよ。ね。で、池袋とか歩いた時、まああそこはまた発展してるから違うかもしれないけど、皆さんが住んでる場所とは違うかもしれないけど、でも駅前でさえなんかすごいじゃないですか、広告が。夜なんか特に光ってって、看板がいっぱいあって、塾だとか、なんか食べ物屋さんとか、なんやかんや、絶対広告があるんですよ。で、電車乗った時はね、ほんとすごかった。僕、目に入ってくる情報ですんごい疲れちゃって。いくらいくらいで、今なら、何脱毛が何百円とか、ほーみたいな。こっち見たら塾のなんかがあったりとかして。で、こっち見たら何なんかビールとかがなんかとかあったりして。すごい、何みたいになりましたね。だからね、情報量がものすごく多くて、街に出るのが億劫になった理由の一つはこれです。もう一歩出るとものすごい情報量が入ってくるから、すごい疲れちゃって。オランダなんかどっから行ったって大した宣伝ないから、結構疲れましたよ、外に行くのは。本当に、あそこにあの店あるんだってわかるんだけど、でも、すごいいらない情報っていうのの取捨選択に多分慣れなかったんだよね、この3年間でね。すごかった。次、道がすごく綺麗。で、ゴミ箱がない。そして、自動販売機は神。っていうことですね。まず、道が綺麗って言っときます。大体、道歩いてると、ゴミが目にするところには落ちてない。これはね、日本ですよ。清掃がものすごく行き届いてる。あるいはマナー的に本当にポイ捨てっていうものをしない。まあ、普通の話でかもしれないけど、オランダだとね、そこら中にゴミ落ちてるんですよ。もちろん清掃業者はいる。ただね、日本とはやっぱり感覚が違う。清掃業者も飽きて、ぽいぽいぽい、はい、はい、今日の仕事終わりって、仕事、時間来たらね、仕事しないから。だからね、そこまで綺麗じゃないんだよね。で、あと、ゴミ箱が日本にはないんですよ。オランダだと、どっか道歩いてると、ところどころにゴミ箱があるんですよ。で、そこに普通に持ってるゴミがあれば捨てられるの。駅とかじゃないよ。普通の道にあるの。で、そこに、ポイ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 捨てられるんですよね。で、これは確かね、日本のオリンピック前かテロの対策でゴミ箱を減らしますみたいなことがあってからだと思うんですけど、ゴミ箱はね、全然なかった。自動販売機で買ったらそこにゴミ箱はあるんですけど、公園とかで歩いてるとゴミ箱がないんだよね。で、これはね、びっくりした。どうしようこのゴミっていう時が結構あったので、それは思いました。で、自動販売機は神。
特に夏、暑い時にね、冷たいのが出てくるの。これね、このシーンこれ。あのね、日本の自動販売機とかマジ神だから。冷たいの出てくんだよ。冬だったらあったかいの出てくんだよ。お店がないのに、お金入れたらジュース出てくんだよ。いただきます。すごいんだからね、これね。本当に自動販売機は街中にはないから、カフェとか食堂とかにはあったりするけどないんですよ。だから自動販売機はマジ神だからね。はい、超安全な国っていうのを感じた理由の一つとして、荷物を置いてどっかに行くっていう人がいるっていうね、これはねびっくりした。フードとコートとかでさ、席を取るのにまず注文する前に荷物を置いて、席に置いて行くじゃないですか。あれね、やったらね、なくなるよ。オランダだったら。真っ先になくなると思う。誰か人がいて、だから僕なんか家族で移動してれば、だから奥さんと息子たちを置いといて自分の注文しに行かないと、ね、ポツンと荷物なんか置いといたら、まあ、すぐなくなるから。それでね、確かこれツイートしたんですよ。新幹線乗ってる時に、ある席の人が、まあ、ビジネスマンかなんかだと思うんですけど、その、机の上でパソコンの作業をしてて、さ、多分終わったんですよね。で、ブリーフケースかなんかにパソコン入れて、カバン開いたままだよ。そこにパソコンがあるよって見えてる状態で、席を立ったんですよ。多分トイレかなんか行ったんですけど、これもね、ありえないと思ったんですよ。うわーと思って写真撮っちゃったんだけど、パソコンだよ。その金目のものが置いてどっか行っちゃうんだよ。いや、びっくりしたね。あんなことやったらマジなくなる。で、誰かが持ってってたとして、それ私のです、返してください、なんつっても、その人が持ってるものだから、多分返してくれないからね。本当に、海外にいるときは、スーツケースとかも股に挟んだりとか、カバンなんか下ろしても絶対手から離さないようにしないと、絶対なくなるから。だからね、本当安全な国だなって思った。そしてね、iPhone とかを落としてもすぐ見つかるんですよね。奥さんがね、仙台行った時、新幹線で最後の方の旅で宮城行った時ですね、 iPhone がなくなったんですよね。で、私多分新幹線に置いてきたからつって車掌さんと話してたら、その iPhone が駅の事務所に届いたんですよ。なぜなら降りたところで iPhone を落としたらしいんですよね、奥さんが。で、それを他の客が拾って駅員のところに預けてんですよ。これはね、まずありえないんですよ。 iPhone なんかなくしたらまず帰ってこないと思っていいからね、オランダだったらね。ほんとびっくりした。で、僕もカメラ持って Vlog してる時に絶対カメラは手放さないで、最近なんか遠く離れて撮影するけど、撮影する時必ず周り見て、絶対カメラを持ってかれないように誰かが いないかなって言って、で、誰か来そうだったら僕急いで戻ってくるからね。だからびっくりした、あれは本当に。みんな安全な国に住んでるんだなと思いました。この前の動画でも言った、公衆トイレが綺麗っていうことと、公衆トイレがあるっていうこと、無料で。これはもうまさしく日本です。オランダには公衆トイレは基本的にないです。ただ公衆トイレっていうものがないっていう意味で、お金を払って使えるトイレはちょこまか探せばあります。だからお金を払う分それなりに綺麗ですけど、日本的な綺麗さはあんま想像しちゃいけないかなと思います。で、長距離移動とかで高速走ってサービスエリア、まあ日本的なサービスエリアじゃないんですよ。ガソリンスタンドとかがあるだけのサービスエリアがあるんですよ。そこでトイレを使いたいって言ったんでも、料金払いますからね。で、そこではまあまあ綺麗だけど、例えば公園内にあるトイレとか、あんま期待しちゃいけないです。で、特設トイレとかあるんですよ。イベントがあったりする特設トイレって言ってね、あるじゃないですか。だからその時だけ作ったトイレとか。それも有料ですからね。日本の公園とかにある公衆トイレ入った時に、小銭を用意しようとした自分がいましたもんね。で、入れるとこないな。あれあれあ、無料かみたいな。それで入ってって、うわ、すげえ綺麗じゃんみたいな。ことはちょこまかありましたね。汚いってイメージがものすごく染みついてたから、公衆トイレっていうか、そのメンテナンスされてない、有料じゃないからメンテナンスされてないっていう感覚があったので、多分ね、皆さんの知り合いで外国人の方が来たら、多分公衆トイレは行きたく ない人が多いと思うんですよ。だからね、びっくりした。だからお店に嫌でも行ってコーヒーとか注文してトイレ行くとか、そういう生活をしてるので、さすがにね、空港のトイレは無料だけど、だいたい駅にあるトイレも有料です。だからね、そういう感覚は驚きました。
次は人が多い。いつでも人が多い。夜でも明るい。そしてどんな時間でもまあうるさい。僕的には。っていうのがありました。オランダではもう仕事終わり、5時6時になってだいたい店も閉まるんですよ。ショッピングモールとかも閉まっちゃうから。でスーパーなんか遅くても8時、10、一番遅い時に10時までやってるから街中だと。僕らの方だともう8時とかには閉まってるので、もう結構静かなんですよ。ね。で、だいたいもう夜出歩かないんです。出歩く必要がないからお店やってないし。何をしてるかって言ったら家族で家で団らんするっていう、まあ文化なのでね。世界一子供が幸せな国っていうのがオランダなので、子供と一緒に過ごすことを第一に考えてる人が多い人たちの国なので、静かなんです。で、夜出歩くっていうのはまずないですよね。で、まあお散歩行とかで夜歩いてる。一人ですよ、基本的に。で、まあ男だからまだあれだけど、基本的に夜出歩くのは危険。ただ日本は、夜出歩くのは危険と言いつつですよ。10時なんかでも普通に人歩いてるじゃないですか、夜10時でも。12時でもまだまだ歩いてますよ、都内だったら。だからね、人多ーみたいなのはあって、さっきの情報量が多かったっていうのもあったんだけど、なんか疲れちゃうんですよね。誰かしら目にする。すごく気になる。誰かに見られる。別に YouTube やってるからじゃない。誰かが見てるっていうのにね、すごい疲れたっていう違いがありました。だ今ね、もう8時半ですけど、これぐらいの時間なら外静かだからね。本当にね、日本ね、眠らない街なのかなっていう感じですね。まあコンビニも空いてるしね。すごいよなって思いました。キャッシュが基本ですが、僕の知らない支払い方法がいっぱいあるっていうのが、まあ日本だなっていうのは思いました。まずオランダ、あとニュージーランド、アメリカはクレジットカード文化がすごい強いかな。まあニュージーランドとオランダの場合は銀行のカードですね。銀行のカードをかざすと、それで支払いができるっていうシステムがあるんです。ニュージーランドの場合は、エフトポスって言ったりして。で、こっちだと、オランダだと、ピンって言うんですよね。銀行の、普通の銀行の、キャッシュカードですね。だから、支払いどうしますかって、ピナーって言ったりして、ピンピンで、みたいな。ピンってカードって意味ですね。クレジットカードじゃないんだよ。銀行のカード。銀行のカードでピッてかざすと、その料金が勝手にもう即時引き落とされるっていう。まあ、iPhone 持ってると Apple Pay で銀行のカードを読み込んで、ピッてそれもできるんですけど、まあ同じ話で、銀行のカードでこと足りるんですよ。だから、キャッシュを持ち歩くっていうのは、例えばイベントごとがあって、屋台の人にお金払うとか、それぐらいなんですよね。で、駐車料金とかも普通にピッてカードでピッピッピッて払うから、キャッシュを持ち歩くってことは もう稀なんですよね。ただ日本だと もちろんクレジットカードは使える場合がほとんどになってた。3年ぶりに行ったら。あとね、知らない支払い方法がいっぱいあった。特にペイペイってやつ。僕わかんない。ペイペイっていうものをやってる人が結構いた。ペイペイっつってこう、なんか喋ってんの。なんだあれと思いながらいろいろ調べたけどよくわかんなかったけど。とか、なんかしら、なんだろう、なんとかでっつって違う支払い方法で払ってる人がいっぱいいたイメージ。ただ僕は海外在住で、それをわざわざ使うっていうよりはもう現金で払ってましたけど、これも進化なのか違いなのかわかんないけどね。でもとりあえず現金のね、小銭がすごく多くなっちゃったのがあれだったら、だから自販機でポンって使ったりとかしたんだけど、次に気づいたことは、車が箱みたいなやつがすごく多いっていう、わかる？僕の言いたいこと。箱みたいな。軽自動車でもこう箱みたいになってるじゃないですか。ワゴンをちょっとちっちゃくしたような、やつ。で、スライドドアでゲーって開いたりとかする。箱っぽい車がものすごく多いなっていう印象を受けました。で、僕も実際レンタカーしたのも箱っぽいやつだし、日本で、グランマにね、滞在中は借りてたんですけど、グランマに借りた車とかも箱みたいなやつなんですけど、こっちであんま見ない。こっちだとね、丸い感じで、比較的大きな車が多い。動画の中で出てくる僕の車も全然箱じゃないじゃないですか。いわゆるファミリーカー、昔の、日本でいう昔のファミリーカーみたいな。ああいうのが普通な感じですね。なんでって言われたらわかんないけど、そんな感じがしまし
った。だからなんか文化の違いなのかな。日本では箱っぽいのが便利で、もちろんね、車内もすごいスペース広くていろいろいいんだけど、いいと思ったんだけどね。オランダではそんな車高が高い、車高なんていうの、その室内が広いっていうよりは、なんかスピードっていうかそういうのを重視してるのかなみたいな、そんな感じはしました。はい、はい、でこれはよく言ってたと思う。日本滞在中に自転車が歩道を突っ込んでくるのがものすごくびっくりした。歩道ってね、歩く道って書くんですよ皆さん。歩く道、歩行者の道だから歩行者が歩くんです。歩行者が歩いてるのに後ろからチリチリとかドカーみたいな感じでショーンって走ってくるじゃないですか。これがね、オランダだとありえないんですよ。オランダは自転車道がほぼ完備されてるので、自転車は自転車道しか走らないんですよ。むしろ歩道走っちゃいけないんですよ。で逆に言えば歩行者は自転車道を通っちゃいけないの。まあ渡るときは別として、歩行者はあくまで歩道を歩くのね。だから歩道は歩行者最優先で、自転車道は自転車が最優先なの。まあ自転車とかバイク、軽自動車、あ違う、原付バイクとかの専用の道があるの。だからね、本当にびっくりした。普通に歩道を歩いてるのに、こう、おばちゃんとかがママちゃんに、ちぇちぇ、どけなさいよみたいなの、うーんって来るの、うわーって、もう、つかもスピード止めないで突っ込んでくるからさ、僕なんか歩道を歩いてんの、何みたいな。危ねえよみたいなさ、あるのよね。ただ逆に言えば自転車道っていうものが少ないから、まあそういう感覚なんでしょうね。しょうがないよね。てか、まあ1、2週間で慣れたけどね。やっぱまたこっち来て歩いてて、あ、そういえば自転車来ないなと思ってフラって出たら自転車道からビビビーンとこおられたんですね。自転車道はあくまで自転車道優先だからね。だからね、怖かった本当に。歩道を歩いてんのに自転車来るんだって。わかるこの感覚。びっくりした。次、食べ物が非常に安い。これはね、円安の影響ももちろんあるとは思うんだけど、円安を抜きにしてもものすごく安いっていう感じはしました。てか安かった。でスーパーに行きます。そうすると例えばお弁当が400円とかで売ってるんで、380円とか、まあ高いもので600円とか700円とかね、するものもあるけど、まあ大体そんなもんで買えるんです。でちょっとお惣菜コーナーとか行くとさ、とんかつみたいなやつがさ、例えば200円で売ってたりとかさ、お刺身とかのセットが400円ぐらいで売ってたりとか、これね、全くもってありえないんですよ。例えば牛丼屋さんに行って波を頼んで430円とかなんですよね、確か。まあお店によると思う。430円っていうのはオランダで言うと、およそ3ユーロ、まあ簡単に言おう、400円は4ユーロだとしましょう。感覚で言うと400円で 4ユーロで物が食べられるっていうのは基本的にありえない。料理が食べられるっていうのはありえないです。家族4人でマックに行って2000いくらですって言われた時も、え、大丈夫って思ったもんね。計算おかしくねって。これもツイートしたと思うんですよ。家族4人でマック行ったらまず70ユーロか60か70をさまようぐらいの値段になるんですよ。まあ、感覚的には7、8000円になるんですね。だからめったに外食しないの、オランダだと。だからね、食べ物は安いんだなっていう感じはした。円安とかを抜きにしてもだよ、100円感覚で言ったとしても、1ユーロ100円だったとしても安いと思った。本当にこの値段で牛丼が食べられる、この値段でカツ丼が食べられる、この値段で立ち食いそばなんか、この値段でそばが食べられるってすごいよね。すごいんだよ皆さん。オランダ来たら多分食費で食べ物でびっくりすると思うよ。今なんか円安だから なおさらね、ユーロがなかなか手に入らないじゃないですか。だからね、本当日本すげえと思いました。やっぱりね、コンビニは神。これも言っときます。24時間、基本的には24時間営業で、いつ行っても、なんかしら欲しいものが手に入る。僕は成田に着いたのが夜でした。だから地元の駅に着いた時はもう11時、12時になってたんですよね。で、僕の感覚で言うとスーパーは開いてないし、食べ物は何も買えないなと思ってたら、グランマがコンビニに連れてってくれたんです。
でもちろん食べ物も買うんだけど、コンビニで、充電ケーブルが買えたりとか、僕シャンプーとかその日用品がなかったんですよね。家からにしてあるから、あのトイレットペーパーとかシャンプーとか、そのヒゲ剃りのこう何シェイビングフォームとかさ、一切なかったの。だからそれがコンビニで買えちゃう、割高だけどね、でも買えちゃうんですよ。下着とかも何屋さんなんだろうってまあコンビニエンスストアなんだけど、買えちゃうんですよ。コンビニはマジ神だったね。名古屋で僕がエアポッツを置いてきちゃって、大阪で編集しようと思った時に、あ、エアポッツねと思ってコンビニ行ったらイヤホンが売ってるんですよ。これもうすごい、わかるこの感じ。何時に行っても大体欲しいのが手に入っちゃうっていうね。あのその場しのぎのものが、で、いい、でもいいんだけど、でもね、それでも結構クオリティいいんだけどさ、あのそのイヤホン持ってきてるからここにすごいよコンビニは。やっぱり皆さんすごい。あとコンビニおにぎりマジ最強。うん、あれはあのすごいよ。そして違う人種をほぼ見ないっていうのも気づきました。僕は水際対策で当時、日本人以外がほぼほぼ入国できない状況、特別な事情とかがない限り、あるいはもともと住んでた外国の方とか、あるいは結婚されて、日本人と結婚されて来られてる方とか、まあお仕事で駐在されてる方とかは別として、基本的に、外国人が入ってこれない状況っていうのもあったのだと思うんですけど、どこ行っても基本的には日本人ばっかりっていう感じがしました。もちろん中華系の人もいたし、韓国系の人もいたし、違いに日本人とは言えないんだけど、街中歩くとアジア人っていう感じがすごくね、印象に残ってます。オランダだと白人もいればね、もちろん黒人もいるし、そのミックスされたブラウン系の人もいるし、いろんなハーフがいたりとか、で、あるいは宗教上の理由でこう頭に布巻いてる人がいたりとか、いろんな人が本当にいっぱいいるんですよ。ね。まあ一応日本人っていうかアジア人なんで、ヨーロッピアンではないから、マイノリティ感は少し感じるんだけど、それでもね、いろんな人がいる。どっか、行ったら絶対いろんな人がいるっていうのが普通なんですよ、オランダでは。あのニュージーランドもね、割とそうだった。でもね、日本でね、そのいわゆるシリア系の人ってあんま見ないんですよね。で、その黒人もまあまあ見なかったし、まあ行く場所にもよるけど、まあまあ見なかったし、白人の方は僕昔行った時より全然見なかったなっていう印象。だから日本で英語使う機会がまるっきりなかったなっていう感じがしたんですよね。まあ、日本ってやっぱり言い方悪く言えば島国、本当に島だなっていうのを感じました。うん、まあ逆に日本語能力は上がったけどね、でも英語力は落ちたかなっていうところですね。はい。で、最後にマスクです。いわゆるフェイスマスクってやつですね。マスク直前にベルリン言ってるので、そこまでマスクに抵抗がないっていうか、あのベルリンはね、マスクしなきゃいけなかった。特定のその医療機関が使ってるマスクとかしなきゃいけなかったんだけど、電車乗る時とか。でも日本は基本的に強制じゃないのにみんなしてるっていうのがね、すごいんですよ。でね、一番驚いたのは日本に着いた時ですよ。着く前か、日本に着く前、機内のアナウンスで言ってたんです。英語では一切触れてないことを日本語アナウンスでは言ってたんです。これね、誰かには言ったことがあると思うんですけど、すごいね、日本だなって思ったんです。英語ではマスクに関しては一切触れてなかった。到着時間が何時で、現地時間は何時何時です。で、どうのです。じゃあ日本単体楽しんでくださいね、みたいな普通のアナウンスですよね。で、これが日本語の録音されたアナウンスでは、まあ、現地時間は何時何時です。日本へようこそって言った後に、今現在日本ではマスク着用を強く推奨している状況にありますので、お食事中はマスクをしていただいて、食べる時だけこう外して食べる。で、戻す。お食事中に喋ることは極力控えていただいて、みたいな。だからマスクを強く推奨しますっていうのを日本語だけでは流れてたんですよ。で、あと、もちろんね、みんなマスクしてるし、電車でも、街歩いてても、あの、くっそ暑い中みんなマスクしてたんですよ。まあ僕ももちろんしてたけど、すごいよね、と思ったね。マスク正義っていうか、そのマスクが普通って、あとね、CM 見た時驚いた。日本に帰って、テレビを見た、その日、人混みの中ではマスクをした方がいいですよ、と。でも、周りに人がいないような状況ではマスクを外しても構いません。みたいな。
だからマスクを外す状況では、まあ、外しましょう。で、赤ちゃんにマスクすると危険ですよっていう、そういう CM が流れたこと自体に衝撃を受けたんですよ。で、あと、どっかのホテル滞在中に見たテレビでは、日本の感染者数がものすごく増えてる。だから、海外から来る人たちをまたブロックしましょうみたいな。ブロックした方がいいんじゃないかみたいなコメンテーターたちが語ってたんです。これはね、衝撃でした。日本で増えてるものを、なぜ外をブロックするんだみたいな。まあ、国外目線なのかもしれないけど、僕が帰るときはね、陰性証明を取って、で、陰性だったってことを証明して、入ってるんですよ。で、陽性者に接触してないってことを証明して入ってるの。みんなそうなの。陰性だっつって入ってるの。それで、日本で増えてるから、外国人をもっと締め出した方がいい。外国が悪い。ね。っていうので、みんなコメンテーターがわけわけ言ってて、いや、違うでしょっていう。他の国はもっと開いてるよって。開いてるのに増えてないでしょって。だから外から入ってるんじゃなくて、中でわしゃわしゃ増えてるんだよっていう。で、どっかお店行くときもアルコール消毒だとかね、食べる直前までマスクして、撮影のときだけね、こう外してやってたけど、マスクすごいねと思ったね。うん。いやー、だから、でね、逆にね、2週間強化マスクして過ごしてたので、オランダ帰ってきた時に空港出てるのにマスクしてたりとか、家に着くまでマスクしてたりとかして、あと次の日かな、次の日は日曜日だったんです。その時もね、マスクしてスーパー行ったりして、なんでマスクしてんのとか言われて、えと思ってマスクしてた自分に気づいたみたいな。だからね、それだけね、日本に慣れちゃったっていうのもあったんだけど、そのマスクは特にそう、どこでもそう、マスクはしてくださいっていうのがあって、え、これ一回言っちゃったもんね、これ規制であるんですかみたいな、当店ではマスクをしてお願いしてます、お願いなんですよねつって、ちょっと突っかかりそうになって、あ、やべやべやべと思ったもんね。ただめんどくさい客になっちゃうじゃないですか。でもオランダの感覚では規制がなければマスクはしないから、罰金じゃないなら別にいいじゃんみたいな、法律的に何も悪さしてないよみたいなのがあるんですよ。じゃあ皆さんが仮に日本で目にする外国人の方がマスクしてないくて、え、なんでお前マスクしてないんだって思ったりするかもしれない。でもそれはね、僕のこの感覚に近いんだと思う。マスクをしないところから来てるから、しないのが普通だっていうことで過ごしちゃってる可能性はあるから、ちょっと多めに見てあげてほしい。うん。マスクの効果云々の話じゃないよ、それは置いといてね。普段の生活の中でそういうのが染みついててきてるからっていうのがありました。はい。ということで、途中から分数を測るのを忘れてたんですけど、結構語ってるような気がします。皆さんどう思いましたでしょうか。もちろん賛否両論はあると思いますが、僕は別に本当に最初にも言いました、批判したいわけじゃないの、僕が驚いたことをシェアしたかっただけです。だからこういうのはおかしいとかそういう話じゃなくて、あくまで日本で、普通のことっていうのは僕からしたらちょっと驚いたっていう話なのでね。だから皆さんが仮にオランダに来た、まああるいは国外どっか行ったら驚かれることってあると思う。で、それを持ってきちゃいけないんだなっていうのを再認識しました。だからその何、その土地でのルールに従おうっていうことに、染みついていかなきゃいけないなって。だからオランダではオランダのルールで過ごすし、日本では日本のルールで過ごしましょうっていうところでね。それこそオランダナイズされてるオランダでの普通を持って日本に帰ったので、日本です。あ、こうだったなっていうのもあったし、あ、全然感覚が違うのねっていうのがありました。ちょっとはオランダの生活が感じられたかなと思います。はい。この動画どうだったでしょうか。ぜひね、なんか気になる点とかありましたらぜひコメントとかください。この動画いいと思った人は、LIKE ボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。こういうね、海外的な話もどんどん上げていきたいと思いますね。よろしくお願いします。じゃあまた。バイバイ。